横手市にある西山製作所秋田工場は、昭和48年雄物川町の誘致企業として引き抜き管製造業務を開始しました。当初はその技術を利用してスチール製のテニス、バドミントンのラケットを製造していましたが、現在は小径引き抜き管に特化し、特に外径10ミリ以下を得意としています。また2ミリの極細管から製造可能、6ミリ以下の薄肉管では 80% 以上のシェアを獲得し、再管の西山と呼ばれています。1回の引き抜きで縮小する減免率はおよそ 30%。 より細い製品を作るにはこの作業を繰り返し行うのです。1日で生産する引き抜き管製品の長さはおよそ東京箱根間に相当する110キロで業界1を誇ります。通常、鋼管は熱処理をすることにより酸化スケールが付着します。酸化スケール除去のために酸線を必要とします。しかし当社は開設当初より無酸化小銅炉を使用しており、酸化スケールの付着がありません。結果、当社のパイプは表面肌が良く過酷な加工にも耐えられると好評を得ております。熱処理されたパイプは矯正機にかけられ、何重もの検査を経て出荷されます。コイル状のパイプもショットブラストを経て新換気にかけられ製品となります。引き抜き管の製造はダイスとプラグを使って行われます。この引き抜きジグの組み合わせにより様々な形状の鋼管が製造可能です。実はこの異形管はジグセットの不具合から偶然生まれたものですが、現在では大手自動車メーカーから受注されるまでになっています。技術面では理論よりも現実、現物を重視してきました。加工断面の観察によりジグの当たり具合をチェックし、ジグ設計に役立てて現在に至っております。また様々な分析技術については県の工業材料試験センターさんのご指導をいただき、お客様の信頼を得ております。当社製品の約 80% が全自動車メーカーさんの燃料ジョイント管など重要保安部品に使われております。今後の展開としては、自動車のさらなる軽量化を狙い、さまざまな機能部品含め鋼種、形状などの当社でなければできない強度のある鋼管の開発を目指します。また美人パイプを筆頭に他社との差別化を鮮明にし、再管の西山の維持に努めていきます。
ものづくりに携わる皆さんの技術は世界に誇る日本のものづくりの根幹となっています。その根幹であるものを自分の手で作り目で確認できるのは製造現場で働く私たちであり、私たちが世界に誇る製品を作っているのです。誇りと自信を持ってください。遊び心もひらめきも失敗も肥やしになります。常にチャレンジ精神を持って世界に誇れるものづくりの主役として、そして良き社会人になることを期待します。